今回紹介するのはミキママさん誌のアイデア離乳食という本ですびっくりするくらい食べちゃうアイデアがどっさり詰まっています月齢別ミウィークセットメニューとりわけリメイクイベントご飯などなど1165レシピブログでもテレビでも大人気のミキママさんの本ですミキママさんの本は初めてですが ちょうど息子が5ヶ月になって離乳食を始めるので購入してみましたミキママさんの経験談をもとに得意の時短とリメイク方法がいっぱい載ってます冷凍キューブを使った献立も2週間分ありとっても便利さらにどの冷凍キューブを使ったのかまた洋風和風と日ごとで分かれてるのも便利です大人向けのレシピも載っており そこから子供へのとりわけメニューや誕生日や子供の日向けの行事メニューも可愛く作ってますただ離乳食の進め方は詳しくはないのでし注意などはありますが専門書と別に持っているとメニューも広がっていいと思います離乳食の本自体初めて買ったのでこれ1冊では足りないとこもあるかなと思いましたが。 お子様たちの可愛い写真もあるので楽しく読めます。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。